自分を知れ。そんな美味しい話があると思うのか。お前のような人間に。なんてひどい野郎。私の名は吉良義景、年齢33歳、自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀湯チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない、酒はたしなむ程度。夜11時には床に着き、必ず8時間は睡眠をとるようにしている。寝る前に温かいミルクを飲み、20分ほどのストレッチで体をほぐしてから床に着くと、ほとんど朝まで熟睡さ。赤ん坊のように疲労やストレスを残さずに朝目を覚ませるんだ。健康診断でも異常なしと言われたよ。な、何を話しているんだと、お前。私は常に心の平穏を願って生きてる人間ということを説明しているのだよ。勝ち負けにこだわったり、頭を抱えるようなトラブルとか、夜も眠れないといった敵を作らないというのが私の社会に対する姿勢であり、それが自分の幸福だということを知っている。もっとも、戦ったとしても私は誰にも負けんがね。つまり、シゲチー君、君は私の睡眠を妨げるトラブルであり、敵というわけさ。これが!キラークイーンと。私はこいつを名付けて呼んでいる。君を始末させてもらう。今夜もぐっすり眠れるようにね。シリーザース！ここは敵地。どこかにワムーとカーズが潜んでいる。しかし二人は感情を抑えきれなかった。ジョジョは叫んだ。シーザーの名を。許してください。許しはてめえが殺したエンヤバーに来いな。俺たちは初めっからてめえを許す気はないのさ。ディオから前金をもらっている。それをやるよ。やれやれ、てめえ正真正銘の史上最低な男だぜ。てめえのつけば金では払えねえぜ。領収書だぜ。よっ、アンジェロ。え、あれ、ねえ、こんな岩あったっけ。まあ、最初はこんな風じゃなかったけどな。最初？うん、まあ、いいか。よっ、アンジェロ。
ッシュの速さ比べか。ダムダムダム。今の奴らの生命にしがみつく必死の競争。よーし、よし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 それ好きじゃないですよ。最高にスタンドな。お？本当にフィストなストップミー。何か。バカな。僕のサイバネティックは毒ですか。お前はオルテナタイムラインの病気。今日はヘンリー殺されません。ヘンリーは突破と許せありません。お前はよろしくない。今にお前は小さい人間。バカ者が。本当にスタンドはサイバネティックですよ。私は起きなさい。僕にはサンゾタイムが閉まったには東京を止まって今死ねえ。速い。なんだこの速さは。よく見たらやれやれ趣味の悪い時計だったな。だがそんなこともう気にする必要はないか。もっと趣味が悪くなるんだからな。顔面の形の方が。なんだこいつのスタンドは。時間でも止められたみたいに早すぎる。オーラースキブルバッタグー。